皆さんこんにちは。僕はですね、福岡県の福岡空港に来ております。梅雨時ということでこんな感じの天気がずっと続いている今日この頃ですが、今ですね、福岡空港の国際線ターミナルの方に来ています。国際線ターミナルということで、今からですね、福岡、日本を出国いたしまして、アメリカのグアムに向かいます。福岡空港からグアムまではですね、毎日ユナイテッド航空がですね、1日1便グアム線を飛ばしています。アメリカ本土線とかに関してはないんですが、グアムとあとハワイアン航空のホノルル、こちらに関しては福岡からもね、行くことができるアメリカですね。で、今回はユナイテッドで、ちょっと久しぶりにね、グアムに行く形になります。だいたい2年ぶりぐらいかな。めっちゃ久しぶりなんですけども、楽しみですね。今回2泊3日でグアム旅行という形になるんですけども、最近グアム便の航空券がめちゃくちゃ安いです。ユナイテッド航空、今回ですね、日本とグアム往復片道4万7000円ぐらいで航空券手配しました。で、日本航空とかもですね、かなり安くて4万8000円とかでね、成田グアム線飛ぶことできるんですよね。本当は JAL で行きたかったんだけど、ちょっと今回はJAL に関しては成田しかね、グアム線ないということで、今回福岡からですね、ユナイテッド航空を使ってグアムに行くということで寄っていきます。よろしくお願いします。で、今ですね、福岡駅じゃないわ、博多駅からやってきたんだけども、福岡空港って国際線ターミナルに鉄道駅ないんですよね。で、国内線のターミナルに関しては博多駅から地下鉄で5分でめちゃくちゃ便利なんだけども、国際線ターミナルはちょっと不便。着いてから、空港の中を走る無料の連絡バスを使って移動するんだけど、あれが結構長いんだよね。15分ぐらい乗るので、今回博多駅からですね、西鉄バスがこの福岡空港の国際線ターミナルまで、ダイレクト直通バス運行しています。これ片道310円なんですが、今回このバスを使ってね、博多駅から移動してきました。これ便利ですわ。15分ぐらいで博多駅から移動することができます。ターミナルの中に入りましたけども、日本人の方は少ないけど、やっぱ韓国の方めちゃくちゃ多いですね。韓国便もこれからどんどんラッシュということで、空港内はもう韓国、ハングルばっかり聞こえてきますね。で、こちらこんな感じ、改修工事中なのかな。なんか福岡空港もなんかずっと工事してるイメージがあるんですけども、今後多分もっと拡張されていくんだと思います。結構キャパいっぱいいっぱいですからね。福岡空港って全体的にキャパいっぱいいっぱいなんだけども、こんな感じで今の時間帯めちゃくちゃ多くの人でにぎわってます。クイーンカウンターの案内を見てるんだけど、ユナイテッド航空のマークがないね。欠航にはなってないよね。インフォメーションボード、シンガポール航空のシンガポールとか、タイ航空のバンコクとかもありますね。今回乗るのは11時11時5分発だ。B ですね、 UA166 便のグアム行きに今回乗ります。グアムまではだいたい4時間ぐらいのフライト時間ですね。チェックインカウンター B ということで、あちら奥の方ですね。ではチェックインしに行きましょうか。チェックインカウンター B の方までやってきました。ユナイテッド航空誰も並んでいないですね。今日多分ね、めっちゃ空いてんじゃないかな。なんかそんな気がする。今ね、グアム人気っていうのがほとんどないじゃないですか。なのでグアム線はね、結構空いてるっていうのはよく聞きますね。ユナイテッド航空のグアム線に関しては、福岡以外ももちろん東京、大阪もあるし、名古屋もありますよね。はい、ということで、成田とか1日4、5便出てるよね、グアム。多分ね、あっちは米軍関係の方の利用とか結構多いと思うんだけども、果たして福岡空港グアム線はどれぐらいお客さんが乗ってるのか気になるところです。はい、ということでちょっとチェックインしてきます。一応ユナイテッドスターアライアンスなんでね、スターアライアンスゴールド持ってるとプレミアアクセス使うことができますね。サクッとですね、チェックインが完了しました。やっぱ今日めっちゃ空いてるみたいですね。いやー、グアム線、福岡線大丈夫かな。もしかしたらね、今後運休になる可能性とかもあるぐらい多分空いてると思います。さっき座席マップ見たところね、20席ぐらいしか埋まってなかったんですよね。はい、そんな感じ。ハワイアン航空もありますね。で、今回の機材ボーイング737になっていて、今回ね、ユナイテッド航空の一番安い運賃、ベーシックエコノミーっていう運賃使いました。これね、結構制約ついてて、座席指定一切できないとかね、いろいろ厳しいんですよ。その代わり料金めちゃくちゃ安いっていうやつなんだけども、スターアライアンスゴールド持ってる場合は優先搭乗とかもできるし、その辺のプライオリティというのを受けることができます。で、チェックインの時に一部座席っていうのは開放されて指定することができるんですよね。で、本来だとだいたいこういうベーシックエコノミーで乗る時っていうのは真ん中席とかになったりすることが多いんですけども、さっきも言いましたけども、今日の便めちゃくちゃ空いてるんで、ベーシックエコノミーであっても座席選び放題の状態でしたね。はい、というわけで今回窓側ちゃんと確保してるんで、もうおそらくてか確実に3席独占だと思いますけどもね、グアムまで快適に行こうと思います。福岡空港はなんとなく羽田空港っぽいですよね。雰囲気はすごく似ています。はい、ということで、もう特にすることもないんで、日本出国してね、制限エリアの中に入ろうと思います。今9時38分、搭乗開始10時25分とかなんで、また大体1時間もないね、あと45分ぐらいでボーディング開始です。では日本出国します。保安検査結構混んでるけど、優先レーンとかはね、特にありません。日本出国しました。出国するとめちゃくちゃ混んでるな。保安検査今日待ち時間ゼロで抜けることができています。結構前回並んだんで覚悟してたんだけど、今の9時過ぎるとだいぶ少くのかな。8時台7時台が一番混んでる気がしますね。
で今回ゲート50番台でユナイテッド航空なんだけども、あの ANA ラウンジとかね、そういったスターアライアンス系のラウンジはないみたいなんですよ。でクレジットカードで提携しているラウンジに行けるみたいですね。ただちょっとあまりにも人が多すぎてほった返してるな、どうしよう。で搭乗開始が10時25分だと40分あるんで行こうか。一応ラウンジ福岡と、あともう一個なんかラウンジが確かあったはずなんだけども、プライオリティパス使ってこれキャパ完全にオーバーしてますね。めちゃくちゃ混んでる。もうベンチもなくて床に座り込んでる人とかもちらほらいらっしゃいますね。はい、こんな感じで、ラウンジ福岡ともう一個あるはずですが、あ、これこれ、あのラウンジタイムインターナショナルってやつだ。こっちにちょっと今回は行こうと思います。カルラウンジはあるので大韓航空使う場合が一番いいかもしれないですね。航空会社のラウンジカルラウンジのみです。クレジットカードのラウンジになるので、あとプライオリティパスも確か使えたはずですね。なのでもしあのユナイテッド航空乗る場合、スターアライアンスゴールドとか持っている場合であってもラウンジはないと思った方がいいです。まあ、逆にステータスなくてもプライオリティパスとかゴールドカード、クレジットカードをね、そういうの持ってたらラウンジ使えます。まあ、あのスターラゴールド持てる人は基本的にまあ何かしらゴールドカードは持ってると思うので、まあ、問題なく使えそうですね。ミールなんですけども残念ながら食べ物ないわ。あとですね、プライオリティパスここ使えると思ったらごめんなさい、使えませんでした。ラウンジ福岡の方とあとカルラウンジ、この2つプライオリティパス使えるんで、フィーパス持ってるとそっち行ってください。こっちはクレジットカードのゴールドカードのラウンジになりますね。ドリンクサーバーはある、これぐらいしかない。ちなみにスパゲティとかは有料で販売してるみたいですね。1000円、結構高いね。まあこんな感じになりますわ。ただのカードラウンジ、国内線のカードラウンジと似たようなもんです。ラウンジを出ました。まあここのラウンジタイムに関してはもう国内線のカードラウンジと同じレベルと思っていただいていいと思います。で以前ねラウンジ福岡に僕行ったことあるんだけども、今そっちの写真見返すとあちらはね食事あります。なのでまあラウンジ福岡の方がいいかな。まあそっちのはプライオリティパスで入ることができたり、あとは提携航空会社でビジネスクラスとかねステータス持ってると使うことができる。まあ残念ながらユナイテッドに関しては提携航空会社ではないみたいですね。でカルラウンジもあるんだけどもうめちゃくちゃ混んでるわ。なのでもう入らないです。スカイチームの航空会社乗る場合はねカルラウンジ使うことできます。ベトナム航空とか飛んでるよね福岡って、うん、そういった場合はカルも使えるね。まあここピーパス使えるんですけどもね、はい、ということでまあもういいや。朝食も今ホテルで食べてきたばっかりで全然腹も減ってないので、もうこのままゲートに、ま、向かいましょう。ゲート前で待っておきます。ただいまの時刻は午前10時12分です。ゲートに直接向かってたんだけどもちょっとやっぱ行こう本当気がコロコロ変わるよね、よくないわ。ラウンジ福岡の提携航空会社こんな感じです。 ANA とか JAL のマーク書いてるけど ANA や JAL が運航する国際線っていうのは福岡はありませんね、はい、では中入りましょう。ラウンジの中入りましたけどラウンジ福岡の方が全然広くていいわ。こんな感じで一人席とかもあるし、ビジネスブースみたいなところも用意されてます。ただ結構混んでるけどね今この時間帯なんで。で食事ちょっと見てきたんだけども今回ちょっと食べないですけども、焼きそば、ミートボール、あとカレーとかはありましたね。まあまあそんなもんですわ。あとはブロッコリーとかそういうのも用意されてました。滞在時間1分ぐらいでしたね。リンゴジュースだけ飲んで出てきました。はい、キリンの一番搾りとかビール用意されてましたね。やっぱ無料で飲めるラウンジっていいですよね。ということであのプライオリティパス持ってる方ラウンジ福岡は普通におすすめですね。ということで50番の B なんでちょっと遠いけどゲートに向かいましょう。本当に人が多い。50番の B ゲート前にやってきました。全然人いないですね。端っこの方まで来るとかなり空いてて快適。もうこっちがいいわ、うん、奥の方のエリアおすすめですわ。50番の A とか一応免税店とかもこちらの方もあるし、こっちめっちゃ空いてる、うん、北側の方になるのかな。ぜひ皆さんあの買い物とかしたい場合はこちら奥の方までお越しください。やっぱそんな距離離れてないしね、歩いて3分ぐらいで来れる場所なんで穴場ですね。ちょうどタイガーエアが出発していこうとしていまして、ユナイテッド航空も間もなく搭乗開始だと思います。グアム行き UA166 便です。ということでさっきも言いましたが本日737のダッシュ800になります。まあ、グアムまでだいたい4時間ぐらいのフライトですね。ビジネスとエコノミーの2クラス、ビジネス前方4列2プラス2案で、まあ、いわゆるその短距離仕様のビジネスになります。
今回エコノミーの35列目 A 席窓側ね指定しました。優先搭乗開始したんで飛行機乗っていきましょう。エスカレーター下るんですね。結構新しいエリアなんじゃないかな。ここ奥は国内線のターミナル、あちらは ANA や JAL もバンバン来ますね。4時間ですからね。またこれ微妙に長いフライトでもあります。まあ、今日3席独占で行けるんで、まあ、機内ではゴロゴロしようかな。日本とグアム時差1時間ですから、グアム時間で到着は夕方の4時かな。向こうの方が1時間進んでます。めちゃくちゃ新しい匂いがする。機内入りました。ボーイング737ということで3プラス3のシート配置ですね。今回35列目の A なんでめちゃめちゃ後ろだ。ここですね。ちなみに今こんな感じで誰も乗っていません。一番乗りで飛行機乗り込みました。なかなかこういった光景撮れないんでいいっすよね。今日はかなりガラガラのフライトになりそうです。モニターもちゃんとついてるわ。よきよき。ユナイテッド航空の737-800なんだけども、なんか日本船で使われている737って日本人仕様になってて、シートピーチちょっと狭めで詰め込み仕様になってるって聞いたことがあります。欧米人と比べて、まあ、ガタイはそんなにでかくないからね。日本人はこの飛行機も綺麗20年ぐらいでかなり古いんだけども、まあ、機内はある程度改修されてるんでモニターとかもついてます。ただし充電設備ないですね。これ結構痛いな。安全の仕様より737-800です。あとはまあテーブルのところとかにも、まあ、日本船仕様になってるからか分かんないけど日本語が書いてたりしますね。てか英語と日本語のみだ。でまあ肝心のシートピッチですが、まあ、拳はね大体2個入るぐらいですかね、うん、広くはないけど、まあ、今日は3席独占なんで特に問題はありません。それよりもコンセントとかね充電設備がないのがちょっと痛いかな。大方搭乗完了したみたいです。パッと後ろから見ますけどもこんな感じ。エコノミーの方は20人も乗ってないですね。10人台だと思います。ちなみに今回の機材なんですが Wi-Fi 搭載していないみたいですね。にしてもねこの搭乗率はちょっとさすがに心配になるよね。もう絶対に赤字ですやん、まあ、6月閑散期だからかもしれないけどね。皆さんグアムめっちゃ安いから乗りましょう。往復4万6000円ですからね。激安よ。この安全ビデオそろそろ変わるんすよね。てかもうすでに一部機材では更新されてるみたい。またこれ見れてよかったわ。この前成田からニューヨークにユナイテッドで飛んだ時に、まあ、今回多分最後かなって言ってたけどあれ最後じゃなかった。
11時5分、帝国通りにプッシュバック開始です。隣チェジュ航空ですね。奥ジンエア、韓国の LCC が並びます。奥タイ航空やアシアナ航空も止まってますね。重ねまして本日のご搭乗誠にありがとうございます。本日の機内サービスにつきましては離陸後改めてご案内いたします。福岡空港は滑走路1本でやってるので離陸するまで結構時間かかるんですよね。ちょうど今エバー航空の787が降りてきてるね。ダッシュ9かな、これが着陸すると離陸できると思います。
応モニターはついてるんですけども、チャンネルは11チャンネルしかないですね。でそのうちの2つは1つウェルカムチャンネルと、あともう1個がフライトマップになってます。で残り9本が、まあ、一応番組になってるんですけども、日本の映画はね2本しか入ってなくて、手元のリモコンで操作するんですけどもね、これ中国語で、これ韓国で、これ日本ですね。あのミステリアスという流れと、あとカラオケに行こう、この2本だけ入ってます。それ以外はアメリカのチャンネルですかね。なので映画は合計9本しかないということです。選択肢がちょっとあまりにも、まあ、少なすぎますけども、まあ737なんで社内ね、日本の映画2本だけ入ってるだけでも十分なのかもしれません。というわけで、ユナイテッド航空の737に乗るときは、まあ、各自でねコンテンツ用意しておいた方がいいです。ベルトサインも消えましてね、無事に安定飛行に入りました。すでにですね、まあ、こんな感じでゴロッと過ごしてるんですけど、エコノミーでこれできるのマジで最高ですよね。まあ、この後食事が提供されますけど、その後まあ2時間ぐらい、まあ、ゴロゴロする時間はあると思うので、まあ、自分であの映画1本ダウンロードしてるんで、まあ、それ見ながらね過ごす形になりそうです。乗客少なすぎて一番後ろなんですけどもね、機内食一瞬で提供されました。選択は2種類、チキン、ポテト、もしくは揚げナスでしたね。揚げナスにしようかなと思ったんだけど、だから CA さん的にはチキンの方がおすすめだったみたいなんで、こちらは選択しています。まあデカめのチキンにマッシュポテトですね。まあ味は正直あんま期待していないけど、どうでしょうか。感想はテロップで書いておきます。あとサラダね、これマンゴーの入ってるサラダ、いかにもアメリカっぽいですけど、でチョコチップクッキーですね。まあ、昼食なんで量はかなり少なめです。でドリンクはねコーラいただきました。缶ごとくれるのはアメリカ系航空会社あるあるですね。さっきも言いましたが、ソフトドリンクに関しては無料で提供されるんですけども、アルコールに関しては短距離国際線有料になっています。アルコールのメニューは今載せておきますが、まあ、このような感じですね。もし JAL で成田グアム線とかに乗ると、もちろんエコノミーでもアルコールは無料で提供されるので、まあ、やっぱそうも考えると、まあ、JAL の方がいいよなってなるよね。ちなみに日本航空だと成田グアム往復4万8000円とかだったんで、ユナイテッド2000円ぐらいしか変わんないんですよね。ANA に関してはグアム線というのは運航していません。で他の航空会社もグアム線ないですね。まあ、日本からだと現状は JAL の成田線と、あとユナイテッドの成田、羽田、名古屋、大阪、福岡線になります。羽田空港にもユナイテッド航空グアム線を開設したんですよね、つい最近で。帰りはですね、実はあの羽田駅予約しているので、グアム羽田便を帰り紹介できたらなと思います。1日1便ですね、羽田線は。食後にホットコーヒーいただけました。まあ、今回の機内食ね、チキン普通に美味しかったですね。ポテトも、まあ、スイートポテトみたいな感じの甘いポテトで、まあ、普通に美味しかったです。ユナイテッド航空の機内食は、まあ、毎回あんまり期待しないで挑むんですけども、まあ、今回はまあまあ美味しかったですね。ということでユナイテッドといえば入りコーヒーですね。ユナイテッドクラブとかラウンジとかでも、まあ、しょっちゅう見かけますけども、今日 CA さんもねなんかすごい親切でですね、なんかめっちゃテンション高い CA さん、みんな多分あれでしょう、乗客少なくて、まあ、仕事楽だからかもしれないね。そのなんかすごいテンション高いのが伝わってきます。まあ、この感じだと多分グアムから福岡便もかなりガラガラだったと思うしね。なんやかんやで機内食も食べ終えると、もう日本はとっくに出てますかね、太平洋の上空を飛行中。まあ、福岡からグアム線どんな感じで飛ぶのかあんまよく分かってないけど、まあ、フライトマップを見ると、まあ、なんとなくね、あこんな感じのルートで行くんだっていうのが分かりますね。グアム、サイパンとかもすぐ近くにあります。ユナイテッド航空のサイパン線は現状は成田空港からしかないですね。グアム、サイパンは大体、ね、30分ぐらいです。飛行時間で行くと、まあ、かなり近い。グアム線に関してはね、まあ、聞いた話によると、東京、大阪線は、まあ、比較的お客さん乗ってるみたいなんですよ。
で理由としては、米軍関係の方がグアム線結構利用します。米軍関係の方が東京大阪線を使って、で東京大阪にはユナイテッド航空のアメリカ本土路線もあるので、その本土路線への乗り継ぎとかね、そういった需要があるみたいですね。逆にこういった福岡路線とか名古屋路線に関してはもう本当に日本人観光客のために飛んでるみたいな路線ではあるので、日本人がいなかったらね結構きついですよね。やっぱ今は6月ということで閑散期なので、仕方ないっちゃ仕方ないんですけども、今年の夏ね、まだどこ行こうか考えてらっしゃる方、もしよかったらグアムどうでしょうか。ハワイよりかは全然安いし、航空券もハワイ行くのよりも半額以下で発券することができるので、それなりにおすすめだと思います、個人的にね。おはようございます。あれからですね、だいぶもう時間も経ちまして、今の時間が3時30分ですね、グアム時間で。で到着予定が4時なので、もう間もなく着陸態勢に入るみたい。もうそろそろね、高度落とし始めると思います。やっぱ近いね、いいわ。ハワイの半分ぐらいの距離ですから、それで南国ですからね、全然いいんじゃないかなと思いますけどね。やっぱグアム非常に快適な空の旅でしたが、まもなく終わりです。グアムに関しましてはアメリカではあるんですけども、エスタは実はいらないんですよね。僕は もちろんエスタ登録してるんで問題ないんですけども、ハワイとかだとエスタはいりますが、グアムはエスタ必要はありません。最新の天候情報によるとグアムは今快晴だそうです。嬉しい。最終の着陸態勢にありました。今 CA さんがね、エスタ持ってるかの確認をしてましたね。エスタない場合はなんか書類書く必要があるんですよね。エスタ持ってるとそういうのは一切必要ありません。ということで、まもなくグアム国際空港着陸です。だいぶ高度も下ろしてきまして、グアムの地も見えてきました。ティーウェイ航空だ。
着陸しました。グアム国際空港ですね。And our local time is 56 minutes past the hour of 2 o'clock in the afternoon. Today is day June the 30th. We ask that you please stay seated until the seatbelt sign is on. Oh, JAL がいますね。日本航空はね、成田空港朝9時半出発なんですよね。なのでこのユナイテッドよりも2時間ぐらい早く着きます。スポットに到着しました。はい、では降機しましょう。グアム国際空港到着です。飛行機降機しました。ユナイテッド航空の、ね、737で福岡空港から4時間お疲れ様でした。はい、ということで入国空いてるといいんですけどもね。進みましょう。イミグレに、イミグレーション向かってるんですけど、今回ちょっと端っこの方のゲートでした。これ動くほどね、動くかなと思ったら動きませんでしたね。なるほど、だからみんな乗ってなかったのか。いいね、南国ですよ、綺麗。よし、じゃあ行こう。 Welcome to Guam ということで、このエスカレーター降りた先がイミグレーションですね。ではイミグレーション行ってきます。グアム入国完了しました。税関も通ってきましたが、だいたい20分ぐらい列並びましたね。見てみるとですね、やっぱりエスタ持ってない方かなり多いみたいで、入国カードを皆さん書いてました。エスタ持って入国する日本人って意外と珍しいのかもしれません。はい、ということで本日なんですが、ユナイテッド航空使いまして福岡から到着しました。グアムまで往復4万6000円で今回航空券発券しているんですが、まあ、往復といえどね、帰りは羽田着なんで、そういった買い方をしても安かったです。4万6000円なんで、めちゃくちゃお得です。今グアムがJAL に関してもかなり料金安いので、まあ、ワンワールドのステータス持ってる人は JAL の方がいいと思うし、ただね、JAL に関しては成田9時半発なんで、ちょっとね、地方に住んでる人にとっては使いにくいかもしれないね。全泊必須になってくると思います。うん、羽田9時半だったらまだなんとかっていうのはありそうだけど、大阪からでもね、成田9時半の飛行機に当日乗るのって結構きついと思うんですよね。なので、まあ、個人的にはもうユナイテッド航空で、まあ、地方に住んでる方はね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、フライト時間も4時間ぐらいということで、非常に短いですから、沖縄にちょっと毛が生えた程度なんで、まあ、あっという間に着きます。で、今はめっちゃ空いてるんでね、飛行機、うん、シートピッチ狭くても3席独占基本できたりするともう全然快適に移動できるんでおすすめです。はい、ということで今回なんですけども、グアムでね2泊3日滞在します。もう今夕方なんで、まあ、今日はほとんどもうホテル行って晩飯食ってって感じになるんですけども、まあ、明日はちょっと海プール入ったりとかしながらのんびりと過ごそうかなと思ってます。まあ、軽くまた動画撮ろうと思ってるんで、グアム滞在はね今回は、その辺もよろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。あ、ちなみに今回4万6000円で航空券通りましたけど、 ANA マイル 30% 加算されるんで、いいよね、親切だなって思いました。はい、ということで終わります。ありがとうございました。